アイロアンドタカの強気でアタックフォローよろしく。皆さんこんにちは。こんにちは。アイロアンドタカの強気でアタックフォローよろしく。お時間がやってきました。イエーイ、はい、FM 那覇からですね、はい、生放送でお届けしております。イエイエイエイ、毎週金曜日の、ね、13時から14時は、はい、我々アイロアンドタカがね、うん、もうお得な情報、はいね、やってます。お得な情報、ね、やってます、はい、そして、うん、もうホッとするようなね、うん、空気感ねダラダラ感はい、皆さんぜひね、はい、気晴らしでもいいのでね、うん、ぜひ、聞いてほしいなと思っております。お願いします。過去の放送は YouTube でね全部上がってますのでね、はいはい、アイロー&タカの強気でアタックで検索してみてください、うん、はい、そしてユーストリームでは動画で、うん、見れます、はい、あとツイキャスでもね動画で見れますし、コメントもね、うん、返せますのでね、ぜひ皆さん、ラジオ聞きながらまたそういうツイキャスとかユーストリーム、うん、同時にね使ってみて、ちょっとだけ時差がありますけども、ご覧になって、そしてコメントもビシバシ返してもらいたいなと思っておりますよ。フォローよろしく。はい、じゃあメールアドレスいきましょうか、はい、メールアドレスは780@fmnaha.jp すべて小文字です。780@fmnaha.jp までお願いします。はい、早速にやまもさんがですね、こんにちはと来てますね。嬉しいですね。こんにちは。これだけで嬉しい、ね、嬉しいね、もうこれだけで全然いいですよね。いいんですよ、これだけで全然いいね、うん、どんだけも皆さんのこのね、はい、この一言がね、うん、我々を潤してくれるか、はい、ね、一応聞いてくれてるんだなってね、我々が思いますから、潤してあげないといけないんですけどもね逆にもう本当にフォローよろしくっていう、ね、はいはい、このタイトルふさわしいね、言ってますから、はい、どんどんコメントね、はい、はい、よろしくお願いします。どうですか、もう今日は天気よくて、もうめちゃくちゃいい。これゴールデンウィーク前、その梅雨前のなんか最後のなんかね、うん、晴れのこの期間っていう感じがね、はいはいはい、これをちょっと過ぎたらいつだったっけ、めっちゃ大雨の日あったさ、あったあった、おとといか、おとといだ、うん、あれだ、夜、うん、まあだいたい8時ぐらい、うん、もう本当にものすごい大雨で、うん、で帰り、もう松藤終わって帰り、うん、もうずぶ濡れ、うん、原付ですか、原付、あれはでもあの雨はもうここ最近じゃもう一番の雨じゃないかなっていうぐらい、うん、もうカッパの意味もないぐらいの、すごい、もう全部濡れました僕は。カッパの意味もないってないぐらい歌作れそうだな、いや歌作ってよだったら作ってよ、カッパの意味もない、おい、いく、カッパも意味もない行きますか俺歌詞考えてくるよ、ね、これはどういう意味なんでしょうね。いや書いてきたら歌いますよ、それは僕もね、あ、本当、本当かな、はい、料理ばっかり作ってるでしょあとで、まあ、今日も作ってきたから、もう見えてるよ、もう今日も作ってきた、それに触れないようにする大変だから俺いつも最近はさ、うん、曲作りからね、料理作り、はい、なってますよこれ、料理を僕が作ってきて、うん、タカに食べてもらうとね、うん、いや全然意味わかんないいつの間にかもう自然とね、うん、いやいやいや、それ今日からでしょそれ、あ、昨日か、自然とね、コーナーがすり替わって、うん、見事にね、うん、俺を実験台にしてほしくないな、ね、はい、はい、あのカレーね先週食べてもらって、うんうんうん、家でちゃんと食べました、もう全部食べたよ、ね、おタッパー持ってきた、あ、忘れた、ええ、持ってくる持ってくる持ってくる、どんどんそっちにタッパー渡してから俺の家にタッパーがなくなってあれ俺そんなに持ってるっけ、持ってる持ってる、あ、そっか、返す返す返す、うん、そうだね、はい、今日は、うん、お肉の専門店松藤の提供でね、はい、高野職場の、そしてこの番組のスポンサーでもありますお肉の専門店松藤の提供で、お届けしていきたいなと思っております、はい、それではどうぞ。種類の多さと値段の安さと品質の予算に自信があります。マランバシ交差点よりみや方面右手、お肉の専門店松藤、松藤、アイロアンドタカの強気でアタックフォローよろしく。
はい、アイロー&高の強気でアタックフォローよろしくお届けしております。ラジオ聞いてますか皆さん。皆さんコメントよろしくね。仕事中かな、どんなかな。はい、じゃあまずはですね、はいはいはい、松藤からそうですね素敵な情報をね、はい、お肉のお得な情報をよろしくお願いします、うん、はい、もう5月に入るということでね、うん、来週からゴールデンウィーク到来、うん、バーベキューだ、うん、よし松藤に行こうセールってそういった名前のもうそのもうすごくシンプルな名前のセールが始まります。もうゴールデンウィーク関係なくもうお客さんね賑わってると思うんですけども、さらにゴールデンウィークもうね、なんか本当去年やばかったらしくて、うん、だから今年も相当来るんじゃないかって話してるんですよ。やっぱりゴールデンウィークっていうのはお肉を食べようっていう感じになるんですかね、うん、やっぱなるんじゃない、やっぱバーベキューでしょ。ゴールデンだからさ、大気味のさ、うん、ビーチとかね、うん、もうその全然何もないビーチですけども、うん、やっぱキャンプして、うんうん、そのキャンプのテント張ってさ、うん、もう寝てる、もう泊まってるもんね、はい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 、もうたくさんそういうキャンプのあれが立ってさ、もう全部そういうプライベートなやつでね、うんうん、別にキャンプ場でもないのに、うん、そういうのがもううちのその大宜味村でも、うん、いっぱいいるんだ。もう至る所にもうそのキャンピングカーとかさ、うん、来て、だからそういうとこやっぱビーチ、ね、バーベキューとかさ、うん、やるじゃないですか、うんうん、やっぱりゴールデンウィークっていうのはもうそういうお肉を食べるチャンスというかね、うん、なわけですね、うん、もうシチュエーションがさやっぱいいじゃん、もう海の中、海の見ながら ね、まあ、こうお酒も飲んで。ゴールデンウィーク過ぎたらもう梅雨に入るし、はい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 、そういう意味ではもうこのいい天気を楽しむチャン、うん、ラストチャンスみたいなね、はいはいはい、とこもありますからね、うん、じゃあそういうわけでよろしくお願いします。はい、5月1日から13日までの、うん、特売を、読み上げていきたいと思います。デンマーク産牛サガリ、うん、焼肉用が 100g148円、うん、ポーランド産、牛肩ロースステーキ、そして焼肉用が 100g138円、うん、で中国産のスチーム鶏もも、スチーム鶏かもも肉焼き鳥ですね、焼き鳥10本入りが280円、うん、もうこれもやっぱねバーベキューシーズンということで焼き鳥はね、焼き鳥は必ず欠かせないですからね、うん、でアメリカ産穀物肥育牛、牛カルビ焼肉用が 100g110円、うん、アメリカ産の穀物肥育牛、牛ミスジ焼肉ステーキが 100g178円、そして国産の鶏せせりが 100g99円となっております。そして月間ね、うん、もう5月から、6月までの月間の特売もありまして、ブラジル産若鶏ももが 100g39円、アメリカ産の穀物肥育牛、牛バラ切り落としが99円、そして、まあ、これまた今月もアグー豚ね、赤身切り落としが 100g89円となっております。うん、はい、もうすごいね、まあ儲かってるのかなこれ。もうすやっぱり大丈夫で、その中でもやっぱりよく出るやつはどうなんですか。やっぱアグーがすごくて、アグーもすごいし、やっぱりさっきね、さっきから話したバーベキューということで、うん、カルビとかさすごいやっぱ人気あるわけ、焼肉用ってやつがもうどん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 もう出ていく、うん、これは仕込みも大変ですねこれね。もうね、毎日ほんと同じような仕込みというか、どんどん売り切れていくから、あれないよこれないよって言って、またもう追加しても追加しても、そうそう、どん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 出ていくわけよ。え、タカは何やってんのそこで。俺はまあだからまあなんていうの、大体ほとんどやってるこれな、これでまあスライス、スライスしたりとか、この作業はちょっと自信あるよっていうのはもう言われなくてももう任しといてっていう、これがね、まあ僕入って約半年ぐらい経つんですけど、冷凍スライサーっていうのがあってね、まあ冷凍スライサーでこう冷凍したにしてる肉をそう切る専用の冷凍スライサーっていうのがあって、それをねどんどん切っていって、まあ太さとか自分調節しながらやっていくんですけど、手びちとか切るやつでもある。いや手びちは切れない。それでは手びちはちょっとあまりにまだ硬すぎるから、あれはね、あの帯の子って言ってこう切るやつがあるね、あるね、帯の子はちょっとうちに置いてなくて、もうすでに切られてるやつだったんですけど、それじゃなくて、まあ冷凍スライサーね、肉をどんどん切っていく、まあそれは少しずつは慣れてきましたけど、でもやっぱまだまだですよね、まだまだ、うん、やっぱこう暑さだったり、いずれはもう独立するぐらいの気持ちやね。はい。いや今のうちに全てのね、全てのあの作業をね、学んどいて、いずれね、いつ独立してもいいようにね、考えないとそこは。あんただから俺ね、もう最近からやっぱ包丁触って千切りっていうね、千切りをちょっと練習させてもらったけど、やっぱ難しい、まだね、なかなかね。だってでも肉に携わって長いじゃないですか。
まあ、そう、いろいろね、ナハミートとかもやってたし、その後にねまた三栄とかの辺の、うん、精肉工場で働いてましたね。だいぶ肉触ってるじゃない。だからね、なんでだろうね俺ね、何してきたなんて。たまたまたまた、でもね、こう直接包丁で切る と か、うん、か専門的なことっていうのかな、そこはあんまりしてなくて。でも詳しくはなってる。あ、そうそう、肉はね、うん、詳しくはなってる、うん、少しはね。この肉はうまいぞとか、そうそうそう、部位とか、うん、その辺はやっぱね、まあ本当松藤入ってからさらにこう勉強するようになりましたよ ね、はい、いかにただ適当に仕事してきたかってことですよね。うん、バレた。はい、まあ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 やってましたね。ぜひね、はいはい、はい、松藤ね、はい、じゃあ松藤の場所と電話番号いきましょうか。はい、まず電話番号から、0988337829ですね、長肉8337829までよろしくお願いします。そして住所はですね、那覇市国場1183-2ですね、うん、那覇市国場、1183-2となっております。マダン橋交差点をより方面に上がっていくと右手にありますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、松藤からのお知らせでした。来てね。はい、ライチさん、タカさん、ノブさん、こんにちはって、うん、もうノブがどんどん定着していってるね。ノブじゃ、おお、声も似てきましたよ。寄せてきたな。いやいやね、はい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 、ですね、じゃあせっかくですから、うん、一回曲を流しますか。まあ、曲行く前に、はいはい、あ、もう一個じゃあお知らせ、今のうちにね、うん、これねぜひ紹介してほしいということなんですけども、うん、4月の28日オープンということで、はい、雪塩、あのマース屋ですね、はあはあ、塩屋さんがあるんですけども、うん、お塩屋さん国際通り店にね、うん、何店舗かあるんですけども、はい、また新しく、うん、オープン、今度の土曜日、明日からですね、はあ、オープンします、うん、場所がですね、これはどこになるのかな、あの宝レコードのね、もうすぐ近く、国際通り店の宝、うん、はいはい、ということですね、うん、はい、オープンするですけども、ユイレール牧師駅から近いですね、はい、そこで、雪、そのオープンに、うん、オープンということで雪塩ソフトクリームね、はいはい、無料券プレゼントということで、うん、まあ、明日オープンということで、このねチケットがあるんですよ、これね、はいはいはい、このチケットをこの FM 那覇に取りに来れる方、これくれるってこと？そうそう、ソフトクリームの無料券ね。おい、めっちゃいいじゃないですか、うん、雪塩ソフトクリーム、はいはいはい、この FM 那覇に取りに来られる方は先着50名様に、うん、うわすごい、50名だから、ここに取りに来てくれたら、ね、そのチケットありますかって言って、うん、まあ、50番までに入ればですね、うん、もらえますので、ちなみに一応まあ1人1枚でいい。そうですね、うん、1枚につきお一人様1個までということですから、一応高にもね、これはプレゼント。あ、いいですか、やった、はい、これね、これいつまで、いつまでなのかな、これはね、あ、5月31日までだ。そう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 、はい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 、 OK、 そう、これアイロートスでモコモの分も一応いただきました、はい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 、ありがとうございますね、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さん、もう何ていうの、世界最大級の売り場面積を誇り、うん、ソルトタワーやトッピングアワーがお客様をお出迎えいたします。ソルトタワー、塩のこうタワーが、そうそうそうみたいですね、すごい、うん、そしてこの国際通り店、新しくできるこの国際通り店のみ、うん、塩パンというのがね、パン、あ、塩パンね、うん、はい、販売があって、おいしいおいしい、店内でこれ作っている、はい、焼きたてパンを提供するということですね。はあ、これいいですね、はい、お塩300種類以上、そう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 、すごい ね、 ね、あとそのこれはいつかな、明日かな、ね、あとその雪塩スイーツをまとめ買いで、うん、いろんな商品、プレゼントということで、うん、まあ、5000円以上買うと1つプレゼント、うん、1万円以上買うと2つ、まあ、ラスクとかいろんなね、そのプレゼントがあるということですからね、はい、そして外れなしのくじ引き大会、これは5月31日にやるのかな、はい、そういうことでぜひ皆さん、明日からオープンということで、うん、マースヤ国際通り店、はい、ぜひ行ってみてください。そして FM 那覇にですね、雪塩ソフトクリームの無料券50名、先着50名様
までプレゼントということで、はい、ぜひ、まあ、3枚取ったからあと47枚しかない。いやいやいや、これは抜いてるかもしれないけどね、我々の分はカウントされてないと思いますけども、はい、はいはい、よろしくお願いしますね。はい、はい、じゃあ何か曲かけましょうかね、うん、曲な流れた後に、うん、じゃあタカにね、はい、今日は麻婆豆腐を、あ、麻婆豆腐だ、麻婆豆腐を食べてもらおうかな。あれ俺ハムカツって分かったっけ。いやもう麻婆豆腐で、いやいや買って何でもいいじゃん。はい、じゃあ恋の着信音ね、お届けしたいと思います。君のこともっと知りたい、今のところはまだ赤点だけど、きっと100点取ってみせる、僕は恋愛勉強中。また怒って帰っちゃった、とてもいいムードだったのに、優柔不断な態度が君の心を曇らせた。どうしていつもこうなるかわからない自分が悔しい。今すぐ君に電話しよう、着信君のこともっと知りたい、今のところはまだ赤点だけど、きっと100点取ってみせる、僕は恋愛勉強中。学校の帰り道、手をつないで歩きたい、いろんな雑誌やドラマ見て、君の顔が月に浮かぶこんな夜は、眠ることも忘れるほど見つめてる。種類の多さと値段の安さと品質の良さに自信があります。マランバシ交差点、よりみや方面右手、お肉の専門店松藤、松藤。アイロアンドタカの強気でフォローよろしく。はい、アイロー&タカの強気でアタック、ほらよろしく。生放送で FM 那覇からお届けしております。はい、じゃあね、いい匂いがしてきたな。いい匂いがしてきた。うわ、はい、結構入ってますね。ね、今見せきらないか、見えづらいか、ちょっと待ってよ。はい、これ、あ、ま、見つけるから、待ってよ。麻婆豆腐をね、今日は。ちなみに何回目ぐらいの麻婆豆腐ですか、これ。麻婆豆腐も結構作ってますね。結構作ってる。もう得意じゃん。得意と思ってるんだ。はいはい、はい、まあ、美味しそうにはなかなか伝わらないですね、これね、この映像だけではね。じゃあ一応ちょっと待ってよ、写真だけ撮らせて、じゃあ食べる前に。はい、じゃあ、はい、はい、チーズ。 OK。 何の写真これ。
はい、それでは、はい、実食。ちょっと混ぜた方がいいかな。あ、いい匂いします。でしょ、うん、あ、ちょっと辛そうだね。うん、辛くはあんまないんだけど。いただきます。はい、いただきます。どうですかね。うん、うん、おいしいですよ。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。後から辛さが結構辛さ来る。後から来る。白い飯と合わせて。白い飯とご飯であるわ。白米も炊いてきたんだから、あんたわざと。ギターは炊いてきたんだよ、もう朝のね8時にセットしてきたんだよ。分かったね。そう、分かるんだけど、うん、さあさあ、お、ご飯と、あ、さあ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 、うん、うん、確かにご飯は進む、進む。やりました。うん、いける。おしおしおし。別にこのなんかアイローが作ってる割にはとかじゃなくて、うん、麻婆豆腐としてどうなの。僕麻婆豆腐とか結構好きだけど、うん、まあ美味しいですよ。大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫。本当にだから、ただ、うん、これ俺さ、うん、だからなんていうの、お店に出していい味なのかそれは分かんない。いや、ちょっと待って、うん、それはあなたが決めないと、うん、だ、俺は別にお店に出ても全然いいと思う、うん、だから何これとかならないでしょ。あ、それはないよ。あ、だ、美味しくないとかそれはない。よかった、うんうんうん、いや、もう普通に食べれるでしょ、うん、今日だから夜さ、その豆腐もちょっと柔らかいね。豆腐はね、うん、ちょっと待って、柔らかい豆腐使ってるんだけど、うん、はいはい、先週、うん、夜のそのちょうどその金曜日夜のアーゴンあずさちゃんの、はい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 、はい、ね、ほろ酔い、ほろ酔いっていう番組で、うん、先週、まあ本当にお酒飲みながら、うん、中高のゴールドプレミアム飲みながら放送だったんですよ、はいはいはい、うんうん、で俺はそのね、とんがりコーンのディップ、うん、あれを食べてもらって、うん、まあ、とっても喜んでくれて、うんうんうん、でその流れでね、うん、今日この金曜日の放送が、うん、その母子は朝ちゃんその誕生日、はい、あ、今日、うん、うんうん、っていうことで、なんかスペシャルな、うん、はい、公開放送やるということで、うんうん、北山亭メンソーレ君、はい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 、彼もね麻婆豆腐がすごい得意なんですよ。へー、うん、料理するんだね。とっても一番得意なのが麻婆豆腐で、へー、それでちょっと対決することになって、うん、あ、今日そうで、うん、一応、まあ、僕はちょっと参加できないんですけど、うんうん、ただ作ってはきたので。あ、なるほどね。そのついでに一応せっかくだからということで。そういうことで、だから今日これを、ね、うん、これこの麻婆豆腐、アイローの麻婆豆腐 VS、うん、北山亭メンソーレなんですよ、はい、でもかなりじゃあ得意、あっちとしてはもうお箱なんでしょこれは。ちょっとね、だからどんなかなっていうのも、からこれはどうだ、辛さはそこまでない。いや、俺はだから結構後から来るよ、うん、もう後から来る。ちょっともう汗かいてるもん。あ、ちゃんと辛みは来てる。辛みは十分来てる、十分来てる。よかったよかった、うん、なんかやっぱ辛さがないとでも物足りないでしょ。確かにね、麻婆豆腐はそうですよ、うんうん、はい、じゃあこれもあとは持ち帰ってタッパーちゃんと来週。あ、分かる、俺この後仕事場に行くお家に帰るわけじゃないわけ、ね、タッパも、じゃあ今のし食べといて。ああ、いや、まあ、放送中に食べて。もう、もういい、もう、ね、もうご飯も食べてきましたから。食べてきた、はい、いや今食べなさいよ、おいしいうちに食べなさいよ。だからお家で食べていいでしょ、だからまた持ち帰って、冷蔵庫に入れといてね、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあそういうことでね、よっしゃ、以上アイローの、今日の料理なんでしょうのコーナーです。いやいや、そんなコーナーないよはい、メッセージ来てますね。タイゴさんかな、こんにちは。こんにちは。ほろ酔いで作ったディップ美味しそうでした、うん、お、作り方は国家機密でしたっけ。いやいや、もう簡単なんですね。クリームチーズにアサリとネギをもう、うん、もう混ぜる、茶混ぜするっていうだけなんですけどもね、うん、うん、これほろ酔いのね見てからこうやってコメントくれてるってことですね。ほろ酔いめっちゃコメントくるわけ。うわー、羨ましい。もうコメント読み切れんぐらいくるわけ。ほんとにいいね。憧れた羨ましかった。俺たちギリギリだもんね、いつも ね、 ねはい、にやまもさん、ラジオで料理番組って斬新ですね。いや別に料理番組ではないんですけどいや違うんですよ、にやまもさん、料理番組自然にそう思っていってるんですよ、今のところ、うんうん、でもね、ここまで、うん、やっぱりさ、うん、やり続けることって大事だと思うんですよ、はいはいはい、とにかく料理アピールしていくと、うん、やっぱ料理の仕事がね、うん、入ったりとか。あ、来る。それこそ今沖縄テレビの古川
さんがね、もっともっとアナウンサーのね、あの人ラーメンが超好きでさ、もう年に200杯以上その食べ歩きしてるけど、250杯ぐらいかな、本当にもう2日に1遍ぐらいは食べて、もうカップラーメンも含め、もう本当に沖縄のラーメン屋さん、内地行ったら内地のラーメン屋さんも食べまくって、そしたらもうそのラーメン店がオープンしたら、そこに試食で呼ばれたりとか、試食会とか、そのラーメンのそういうこの組合とかに呼ばれたりとか、その記事もうちょっと本格的だね。そうなんですよ、そこまで突き詰めていくと、やっぱ何か仕事になったりとか。なるほどね。だ僕も今チャーハンを去年から始めて、まだ仕事にはなってないですけども、やっぱりチャーハンイコールアイローみたいなね、ことに少しずつね、チャーハンを食べるときに少しでも僕の顔が浮かんでくれたら、もう僕の勝ちだろうっていうことになるわけですよ。歌も作ってますから ね。だからやっぱりやるんだったらもうとことんやるしかないし、たかもね、肉やるんだったらとことん肉をね、極めると。なるほどね、やるしかないですよ。はいはいはい、そうですね。魚一切食わないとかね、もういや食べたい。いやそういうことじゃないでしょ。肉しか食ってません。いやいや食べたい、全部食べたい、ね、いろんなもん。もう、はい、もう他の食べるときはもうこっそり食べるしかないからもね。はい、そういうことで、はい、まあ来週はね、どういう料理を作ってくるのか、またお楽しみにしていただきたいなと、思っております。はい、じゃあね、またここでお知らせ、ちょっと待ってよ、お知らせいこうかな。その前にね、一個更新、あの、ね、ツイキャスをね、ちょっと今のうちに、じゃあメール来てますよ、ちょっと待ってよ、待ってよ、ツイキャスを一回ちょっと待ってから、終了してから保存して、うん、もう一回来ましょうね。そしてライブ開始で、 OKOKOKあ、でも結構これ何、結構辛いんで、でも辛い、残るも汗かいてる。でもその辛すぎるわけじゃなくて、な、最初の一口とかこの食べていくうちにどんどん辛くなっていくって感じです。これやりましたよ。いやそれでいいの。それ狙いなの。狙い狙い。あ、そう、やっぱね、後から来るっていうのいいよね。赤いんだ。はい、じゃあですね、お知らせ、この FM 那覇からお知らせなんですけども、琉球ゴールデンキングス、はい、ファン感謝ラジオということで、今度の日曜日、4月の29日の日曜日の夜7時から9時まで2時間なんですけども、ですね、このクラブキングスファン感謝ナイトの、まあ、この会場の様子や選手、キングスダンサーをお招きしてインタビューをする2時間、はい、パーソナリティはスポーツキャスターの吉田哲太郎さんと初恋クロマニオン比嘉健吾さんですということで、はい、これぜひね、よかったら参加していただきたいということなんでね、今週の日曜日に FM 那覇はキングスのファン感謝祭イベントへ出張生放送へ行きます。ぜひね、そういうことで皆さん、はい、まあ興味のある方はよろしくということですからね、4月の29日今度の日曜日の夜7時から9時まで、はい、ぜひね、このキングスの選手たちが来るってことですか。まあそう、ファンの、まあ、そうです ね、多分そうでしょうね、今キングス、西地区 その1位になったのかな、1位通過して、はい、今大事な時期でね、もうそういう、またこの優勝同士の優勝準優勝同士がまた、ぶつかり合うっていう、はいはい、もう最後の本当にもう大一番のところまで来てますので、去年は惜しくもね、決勝で負けて準優勝っていうね成績だったんですけど、今回もすごい今いい調子でね、行ってますのでね、はい、みんなでね、沖縄のチームがだからさ、沖縄にそういうホームチームっていうのがさ、我々が子供の頃ってね、そうないよね、なかったけど、なかったから、今はまあハンドボールもね、コラソンっていうハンドボールがあって、でキングスなんかもすごいじゃないですか。あとだから野球とかもね、でもやるにはやっぱりいろんな条件、まあ、J リーグとか、まあ J2、J3 なのかな、このね、FC 琉球とかもありますけども、やっぱいろんな条件、この観客何名動員できるそういう、スタジアムが必要とか、いろいろあるんですよ、まあ、そういうのもこなしていって、あとは成績も優勝してその勝ち上がっていく、次のリーグに行く、いろいろ大変ですね、じゃあね、あるんですよ ね、はい。でもなんかホームゲーム、ホームチーム、こういうのって
やっぱ運営も難しいしね、お金が相当かかります、うん、給料も払わなきゃいけない、これスポンサーがやっぱ大事ってことですか、これ。だからやっぱりお客さんが入らないと、うん、そういうスポンサーもつかなくなるし、うんうん、お客さんが入ることによって給料にね少し反映したりとかしますのでね、はいはいはい、見に行ってあげないといけないですよ。まあ確かにね、うん、だからいつか見に行こうっていうよりもね、このあるうちにこの沖縄にチームがあるっていうのがどれだけ素晴らしいことかということですからね、ぜひ皆さんでみんなでね応援していきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、待ってよ、なんかメールいいですか。 ありますなんか、はいはい、さえあいたかさん、うん、どうもゴールデンウィークヤージーです。お、はい、今日も楽しく聞いてますよ、うん、明日からゴールデンウィークですね、お二人はどうお過ごししますかと、うん、ちなみにこちらでは沖縄のイベントが多くありますよ、うん、僕は毎年川崎チネチッタで行われているハイサイフェスタに行く予定です、うん、麻婆豆腐美味しそう、うん、では楽しいゴールデンウィークをってなってますね。ハイサイフェスタ確か毎年やってますね。どこでやってるの？チネチッタとかね。自分なんかもすごい段差があってくぼんでるところで、はいはいはい、あれ川崎だったの？あれが川崎チネチッタ。あ、そう。だと思う。そう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 。それがハイサイフェスタかな。うん、だと思いますよ。うん、いいよね、なんか沖縄の盛り上がりがその県外で味わえると、はい、県外にいるそのうちなんちにとってはね。うん、もうたまらないでしょうし、ね、でやっぱ出店とかも全部沖縄ね料理とかあったりするから、まあ、オリオンビールとか青森とか、うん、沖縄の料理とかね、はいはいはい、いいなあそういうの。沖縄にいるとも当たり前にね、うん、手に入るものが、はいはいはい、向こうでねそういう休みの日になんかね、うん、お昼からさ、うん、飲めるっていうのはねいいですよ、かなりいいね。でやっぱね内地に出てきてちょっと寂しいなっていう沖縄の人とかも、うん、そっちに行ったらさ友達とかできちゃうかもしれないし、ね、かなりいいんじゃないですか。やっぱナンパとかもね、はい、できますかね、うん、行こうナンパしに早速行こう、飛行機代払って行こう行こう頑張ろう、ね、うん、はい、どうですかゴールデンウィークの過ごし方。もうだからもう仕事、うん、もう僕はもう今年は仕事ですよ。仕事、はい、まあだからそのためにちょっとその前に週に2日休めたりとかしましたけども、うん、あはいはいはい、やっぱりゴールデンウィーク期間中は休ませねえぞお前らよっていうちょっとしたプレッシャーがもうね本当鬼ですよまあそんなこともね、もちろん休みあるんですけどね、うん、ゴールデンウィークの中の1日はね休める。まあまあやっぱそれぞれみんな、うん、まあ、何人かでこう、うん、シフト制にしてね。なるほど。それはやっぱありますけど、うん、まだやっぱかなり忙しいということで、忙しい忙しいって言われてそれを迎えるのもなんかね、うん、怖いよね。あーそう、うん、初めからさ忙しい忙しいってなるとやっぱちょっといっぱいいっぱいになっちゃうさ、ね、だから俺はなるべくねこうあんまり考えないように一応してる、うん。なんか逆に知らさないでほしいくらいなんか注射とかもよめっちゃ痛かったからよとか言われると嫌じゃない。あ、まあ確かにね、何の前知識なく、うん、忙しかったなーでいいと思う。あ、まあ、それが一番ベストだよ ね、うん、結果的にそうであって、ただその忙しいって言われててあんまり忙しくなかったら逆にこれもまた寂しいし、あ、こんあれこそこまでだったなとか、うんうんうん、なんかちょっとそういった余裕もねなんかどっか欲しいなってなります、うん、なんか忙しいのはもちろんいいんですけどすごく嬉しいんですけど、うん、まあ、どうですか時間あっという間に過ぎるとかあります？もう時間がとにかく早くて過ぎるの。おー、じゃあいいんじゃない。もうやることが、うん、常にあるからサボれないのちょっと。もうだから、まあ、サボるっていうか、まあ、休むね、うん、たまに休んだりとか してますけど、うん、休憩してますけど、うん、やっぱもう時間の流れがめちゃくちゃ早いわけ、うん、だからあっという間でありますね、うんうん、じゃあでも1日充実してるというかね、やっぱりちゃんと働いてるなっていう。あ、確かに、ね、感じにはなるわけでしょ。なんかまだこんな時間かよっていうのがあんまりない、うん、そのあっという間過ぎてる。次何しようかっていう暇もないぐらいもうやることがもういっぱいあって、じゃあとりあえずこうなんか白板みたいなのに書くわけ、今日一日に予定みたいな、うん、書くんだけど、どん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 表に出してある商品が売れていくとそれの補充もしないといけないから、うん、それのまた補充とかがあったりとかして結局やっぱずっと何かやってるっていう。なるほどね、うん、あ、って感じですね。忙しいのはいいことだからね、はい、この忙しさを利用して痩せたいんですけどね、うん、僕もね。いやだって手しか動いてないもんねどうにか痩せたいんだけど ね、はい、いやもうスクワットしながらやることじゃないですかそれはもう無理包丁とか絶対無理だから、ね、うん、できないから、はいはい、タイゴさん、はい、鉄鍋フリフリガシャンガシャンですかってことですけど、なんですか
これなんかなんかやったんですか。鉄鍋フリフリガシャンガシャン。これつまり麻婆豆腐を作ってる時のあるってことですか。このなんかフリってこと。どういうことかな。タイミング待ち、これ読むタイミング失っちゃったかなこれね。あ、そういうことかな、うん、はい、皆さんどんどんメッセージね聞いてるようです。あ、来ました。松藤子さん。お、相高さんこんにちは。こんにちは。そういえば各週くらいで曲を作るコーナーは終わったんですか。終わりました、もし終わってねえわ終わってないです。いい質問ですね。終わりました。いやいや終わってないです。もしかして飽きちゃった。そして高さん、はい、いつ痩せるの。あら、いい質問ですね。いや、これで結構でも僕ね、これ映像で見ると痩せて見えるらしいんですよ、うん、ちょっと待って、どうなんですか。痩せて見えるじゃなくて、うん、あの一応痩せる、あの何か努力は、努力だから、もう夜はご飯をね、うん、なるべくこう食べないようにしてるっていうのがありますけど、やっぱでね、こうは走らないと俺の場合ダメらしくて、一応休みの日走ってるわけ、うん、だから休みの日と週に1回ぐらい。そうそう、週1回だからね、なかなか難しい。朝出勤前に走ったら、だから俺それもちょっと考えてるわけ、うん、まあ、9時半からだから、まあもう少し体が慣れてからじゃないと、うん、これ仕事に支障出るかもしれんさ、うん、こう疲れて。まあまあそれね。だから、まあ、でもなんかいずれそうできたらなと思ってる。逆にシャキッとするらしいよ、意外に。するのかな、うん、意外によ。逆に疲れないのかな。なんかもうすっきりして仕事に行けるっていうね。そういう面もあるみたい。なるほどね、うん、あ、にやまもさん、はい、アイロ君は走ってるのってことで。ああ、だから沖縄マラソン終わってもう2ヶ月ぐらい経ちますけども、うん、走ってない全く、あれから、うん、だからまた走らないといけないの。俺もやっぱり、うん、沖縄マラソンまで2ヶ月ぐらい走って、うん、やっぱ4キロぐらい落ちて、うん、そっからまた2ヶ月経って、うん、またちょっとずつ戻ってきてるんでね、はいはいはい、もう俺もやっぱ走らないとね、うん、落ちづらいです。食べ物制限したぐらいではね、うん、あんまり落ちにくい。そうなんだよね、うん、はい、これも走りましょう。そしてね、はい、5月の27日、うん、あ、いよいよ、そう、あと1ヶ月、あと1ヶ月、今日27日ですね、はい、皆さん、ラジオをお聞きの皆さん、はい、ぜひ、うん、聞いていただきたい。そして、はい、来てほしい、はい、ライブがあります。あります。じゃあ早速、はい、2018年5月27日、日曜日ですね、チャゲ&アスカカバーライブというのをね、うん、T&A プレゼンツ、まあ、タカ&アイローってことですね、はい、やります。場所がライブハウスモッズ、そして、料金が前売り2500円、当日2800円となっております。お問い合わせの方はですね、一応このモッズの電話番号、うん、098-936-5708 098-936-5708 までとなっております。はい、前売りが2500円、はい、当日が2800円、はいはい、予約ね、一応もう 何組かいただいておりましてね、うん、非常にありがたいなと思っております、はい、まだまだね SNS とかでも受け付けてますし、うん、もちろんお店の方にね、はい、電話して予約も受け付けてますので、うん、ぜひ皆さん早めの予約、はい、もうフルバンドでね、はい、チャゲ&アスカのこの CD の音をもう本当に再現するような、うん、バックバンドは本当に再現して、もうすごいですね、歌う我々の方がね再現できてるのかどうかっていう、はい、そういうことなんですね、はいはいはい、まあ、でもね、うん、そこに近づけられるように、うん、まずは健康な状態でね、うん、あ、もう本当そうです、望まないと本当に。ちょっとでもどっかでも怪我してたらもうチャゲアス歌えませんよ、はいはい、だからもうキーがやっぱ高いですから、うん、もう本当全力でいかないと、全力で歌えないですからね、うん、はいはい、もう本当にバックバンドもですね、うん、もうそうそうたるメンバーで、はい、この沖縄のいろんなもう有名ミュージシャンをですね、うん、もうサポートしている方々なのでね、はいはい、音はもう間違いないよね、本当にね、もう本当にすごいです、うん、音聞いた瞬間に、あ、 CD と一緒だって、そうそう、多分思うと思いますよ、イントロだけでも、うん、わーおーってなると思う、絶対もう、はい、しかもチャゲアスは最近はね活動できてないのでね、うん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 、そういう意味ではもう懐かしむ方々がきっと多いと思いますね、はい、僕としては本当みんなとね、うん、一緒にこう歌えたらいいなと思ってるわけですよ、いいね、なんかみんな飲みながら聴いてほしいですね、うん、なんかまあもちろんライブ見には来るんだけど、うん、自分たちが歌うんだけど、うん、もう みんなもうチャゲアスファンでしょ、うん、みんなでこう分かち合おうとこう歌をね歌ってね、はい、そんなライブにしたい、なんかだから半年に一遍とかね、うん、なんか
年に3回とか、はいはいはい、やりたいです ね、まあ、確かにね。その方がメンバーの皆さんもなんかその忘れずにさ、うんうん、そのどんどんそれこそバンド感が出てくると思う。なるほどなるほど、はい、ね、はい、そういう意味で、うん、定期的にやってちょっとそういう逆にねそういうお祭りとかそういうイベントにも出れるようにあいいですね、なりたいな。すごいね、祭り会場でチャギアスが流れる、ま、那覇祭り会場とかね、最高だね、出たいね、うん、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします、うん、じゃあ何か曲を、なんか曲、今日もウッチーの曲をね、ウッチーいきますか、一曲かけましょうかね、うん、ウッチーというのはこれね、ケータ、うん、僕らのね事務所に入ってた時の、うん、まあ後から入ってきた後輩になるんですけどね、はい、今は一人で、もともとキジムナーって二人組でやってたんですが、うんうん、今一人でね、まあ、東京の方で活動して路上ライブもやりながらね、そうそうそう、あとこう沖縄料理屋さんとか歌いながら自主制作で CD を出しました、まあ、結婚もして子供も生まれて、うん、まあ、あの就職もして、はい、まあ、もう普通に社会人としてもね、そう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 、頑張っているんですけども、うん、やっぱり音楽は続けたいということで、うん、それで最近ね、はい、あのこういう、CD をね、産声っていうタイトルなんですよね、はい、やっぱ子供も生まれたっていうところで、ね、はい、そういったタイトルだと思います。はい、この中でね前もかけましたけどね、あの、うん、東京という曲をね、はい、今日もかけようかな。確か間違わなかったっけ、2回かけたっけ。そうそうそう、うん、はい、東京という曲なんですけど、君と歩くだっけ。そう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 だよね。はい、それでは東京、ケータで東京聴いてください。今日の空の下で君を思いながら歩いて、君と僕を包んでた優しい風はなくて、出会った子供みたいで、そして僕を子供にしたんだ。夢のような夢ではなかったような、でもまだ胸の中が確かに暖かい。君と歩くはずだった道を笑いながら歩いて、一人で泣いた。行き場のない夢はやがて星のない夜空へ消えていく。
べてのものには終わりと始まりがあって、いつでもそれは君の笑い声や最後の電話だったよ。永遠に戻ることのない二人が残した思いは歌になったよ。いつまでも焦ることはない、知った心がたとえ世のないものを運んで、あの日のように子供になるよ。どうしても抑えきれない、君と歩くはずだった道を笑いながら歩いて、一人で泣いた。探し物は見つからなくても、汚れた服で誇らしげに僕を子供にした。種類の多さと値段の安さと品質の良さに自信があります。マランバシ交差点よりみや方面右手、お肉の専門店松藤、松藤。アイロン&タカの強気でフォローよろしく。はい、アイロー&タカの強気でアタックフォローよろしくお届けしております。はい、はい、もうねエンディングにもう近いんですけどもね、うん、あの最近ね曲を作れなくてね新さん、うん、
曲か料理かっていうね、うんうん、あ何か作るじゃあ趣味や何か作ってる何かは作るって、ね、何かは作る何も持たずに分かったここに来ることなんて俺にはできない。ああたまにありましたよ。でも何も持ってない日ありましたよ、ねうん、何もない時はギター持ってきますから、ね、いやいやいやそれ使わないでしょはい、まあでもね、この番組はね、はい、自由に行きましょう、やりたいようにね、うん、あとね、だからいろいろね、はい、例えばこういうコーナーはどうかなと思って、あ、はい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 、例えばあの気になる、まあ、ヤフーニュースとかね、この携帯で見れるじゃないですか、うんうんうん、こういうのを見て気になる記事を掘り下げて、うんはいはい、我々独自の目線で、うん、視点でね、ちょっと喋っていくという、はいはい、別にもう政治的なこととかじゃなくて、もうくだらないニュースとか、うんはいはいはい、こういうニュースがありますよっていう、あ、なるほどね、もうランキング上位じゃなくて、もう本当に下っ端のところにあるようなやつを掘り下げて、あ、それはちょっと面白いかもしれないですね。ね、うんうん、だからちょっとそういうのもどんどんやってで、はいはいはい、いろんな話題を提供していくっていうのもありかなと、うん、自分たちも学べるし、うんうん、ということでね、まあ、今は最近ね、その比嘉大吾の問題とか、うんうんうん、まあ TOKIO の山口君の問題、もうそれが一番山口メンバーって言われてますけど、ね、はいはい、それに対してね、ずっとね、ね、ありますね、大変ですね今ね、ああなるともう本当にもう後悔先に立たずというかね、いろいろありますけど、うん、後に立たず、はい、後悔後に立たずだよね、まあまあまあね、とにかくね、うん、そういうことやっちゃったもんだからね、うん、しょうがないというのはありますけども、やっぱお酒気をつけないといけないですよこれ。いや本当ね、うん、もうなんかみんなね、僕も高もね、やっぱね、やっぱ思いますよ。高なんかも本当急じゃないけど、うん、酒にね、うん、負ける時ありますから、ね。お酒の失敗、人生の中の失敗ってほとんどやっぱお酒が入ってる時ですから。披露宴の二次会とかで、ね、見てますから僕ね。だからね、やっぱ、うん、そういうなんかちょっと失敗してから、ちょっと自分にも打ち合ったりするというか。そうそう、やっぱあるそれ。うん、あ、もうなんか他人事じゃないなってちょっと思いました、見てて。しかも向こうは超売れてる、はいはいはい、国民的バンド、うん、まあ国民的アイドル、アイドルね、なわけですから、うん、我々の失敗どころじゃない、まあもうそうですよ、とんでもないいろんな人を巻き込んで、はい、影響力、レギュラー番組、うん、スポンサーね、うん、CM とか、はあもう大変、そうそうそう、国分太一君なんかね、うん、ワイドショーやってますから、はい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 、一番彼がね、まあ、いろいろねちょっとコメントしてらしいですね、大変、うん、ねえ、売れなくてよかったな我々はな。そういうこと。そういうことじゃない。売れてこういうこと気をつけましょうって話でしょ、まあね、うん、そうね、そういうこと、そういうこと。にやままさん、それいいねって、あ、さっきのそういうね、そのニュースは、はいはいはい、を掘り下げるという、うん、コーナーね。なんかみんなもちょっとコメントしやすくなるなんかね、そういうのあったらね、うん。こういうニュースがありますけどとか、そういう提供していただいてもいいのでね。はい、そういうのもどんどん話題取り上げてね。うん、楽しくやっていきましょう、はい、ということで皆さん今日もね参加していただいてどうもありがとうございました。ありがとうございます。また来週もお付き合いください、はい、この番組はですね、お肉の専門店松藤の提供でお届けしました。今から働きに行きます。この後この後行きます。坂はね、はい、職場に戻るということで、来てね来てね、松藤にね、はい、お肉を買いに行ってください。よろしくお願いします、はい、ということでお相手は、アイロートかでした。バイバイ、また来週。曲も作るよ、料理も作るよ曲作るよ